そうですね、もう必ず長州ぶっ倒してやります。長州に対する攻略法は、もう全力で行くじゃ仕方ないと思ってるんですけどね。もう長州征伐の、戦略は十分に整ったということですか。そうですね、もう思いっきり行くよ仕方ないと思ってるし、もう必ず倒してやります。長州さん、いよいよ出陣の時です。うん、そうだね。気持ちを聞かせてください。もうただリングに向かってまっすぐ歩くだけ、ただそれだけ。リング上で全て答えを出すという長州力さんでした。9500人のプロレスファンがなにわのシンボル大阪城国際文化ホールを埋め尽くしております。さあいよいよ頂上決戦、ジャンボ鶴田大長州力の雌雄を決する大阪城決戦が始まります。さあ両選手の入場でありますが、まずはジャンボ鶴田からの入場でございます。両者ともに凄まじい怨念と、それから男の意地をかけました天下分け目の決戦だけに、心技体いずれも極限状態にまで両者仕上げています。まずはジャンボ鶴田からの入場です。控室両選手の横顔をご覧いただいております。さあまず鶴田の入場が始まります。いよいよ宿命の対決、ファンの目あるいは評論家の下馬評によりますと 6-4 で長州有利と出ておりますけれども、勝負特に格闘競技はやってみないと分かりません。さあ鶴田、この頂上対決に全てを合わせてまいりました。絶対に負けない、勝つのは俺だ。鶴田時代を証明するために今夜は完全連勝して燃え尽きたい。鶴田果たして実力ナンバーワンを誇示できるかどうか。この戦いは日本マット界の潮流を変える戦いといっても過言ではありません。それだけに鶴田も長州もその勝敗の行方には命運がかかっています。さあジャンボ鶴田、全日本プロレスのエースの座、いや日本プロレス界のリーダーの座をかけた大一番です。今度は長州力の入場だ。あくまで過激なプロレスで時代の寵児となった長州力、己の実力を固く信じていよいよ鶴田との戦いに向かいます。長州力の表情どうでしょうか。この対決は団体の威信もかかっています。さあ長州力、男の情念と男のロマンを燃えたぎらせまして、今荒々しくそして武々しく登場してまいりました。長州力の光る眼差しの向こうに広がる栄光の世界、いよいよ今夜その答えが出ます。今長州力登場。館内9500人、試合に先立ちまして日本テレビ、読売テレビ並びに番組のスポンサーから両選手に豪華な花束が贈られました。これより両者の紹介です。全日本プロレスのエース、日本プロレス界の宝、インターナショナルヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田。ジャパンプロレスの総帥だ、無冠の帝王長州力。勝負の方は発表通り60分の一本勝負、完全決着ルールで行われます。放送席、今週はジャイアント馬場さんの解説でございます。マナ弟子ジャンボ鶴田の大事な試合ですけれども、馬場さん、今夜は一つ公平な立場で解説をお願いしたいと思います。はい、はい、私のご覧の右側、ジャイアント馬場さんです。さあ入念なボディチェック今終わりまして、握手をするか、握手をした、握手をした。さあ鶴田対長州、もうどちらも後へ引けない、運命のゴングが鳴ります、運命のゴングが鳴ります。さあ勝負が始まりました。大阪城ホール、異常な興奮、そして旋律が館内を走ります。60分の一本勝負、しかもルールは厳しい、両者リングアウトによる引き分けはなし、完全決着ルールです。ドアさん、思い切ったルールですね。まあね、お互いにね、負けまいとするとね、やっぱり外へ出ちゃうということはありますんでね、そういう意味でね、その途中でね、やっぱり試合放棄っていうか、自分の見栄えを悪くするのは嫌だよね。
負けるのが嫌で外に出て逃げちゃうというのだけはなくしようということでね、はい、このルールにしたんですけども。あ、そうですか。なお今夜のこの頂上対決、それぞれのコーナーに、アナウンサーを配置しております。長州力コーナーは若林アナウンサーの担当、ジャンボ鶴田コーナーは竹山アナウンサーの担当、リポートが入ることになっております。まだ勝負は始まったばかり。共に団体のエース、全身全霊を込めた入魂のファイトがおそらく見られるでしょう。まあ馬場さん、壮絶な戦いになると思いますけれども、どうでしょうか、勝負の山、ポイントはどこにあるんですかね。もうこれはね、お互い意地ですよね、意地、もう技とかそんなもんじゃないと思うんですよね、はい、まさに男対男の大勝負を迎えております。両選手の立ち上がりでありますが、まずは静かな立ち上がり、ガブリ四つというような感じがいたします。まさに横綱同士の対決、ジャンボ鶴田対長州力。さあ大阪城ホール、割れんばかりの声援でありますが、長州力コールの方が圧倒的です。馬場さん、放送席の方は冷静になりたいと思いますけれども、今日9500人のお客様の意見、それから新聞市場の下馬評なんかでも長州力が 6-4 で有利なんですよね。ああそうですよね、その点についてどう思います。やっぱり普段のファイトを見てましてね、はい、長州のファイトはもう顔に出しますしね、ジャンボのファイトは顔に出ませんからね、はい、さあジャンボ鶴田が長州力の左の腕を取りました。自信満々の表情、ジャンボ鶴田、ちょっと青ざめた表情が長州力であります。何しろ1対1の対決は初めてだけに、過去の対戦データというのはもちろんありません。まあ、従いまして記録から馬場さん、どうでしょうね、比較しますと過去のタグマッチですとか、あるいは6人タグマッチの内容なんですけれども、これはちょっと参考になりませんね。なりませんね、なりませんね、あくまでも今夜今戦っている男対男、ジャンボ鶴田対長州力のこの勝負でございます。倉持さん、はい、その超満員のお客様ですけども、当日券もともと朝7時からレジができました。朝7時奈良、三重をはじめ九州から来た人もいました。で、事実上ナンバーワン、いや世界最強を決める戦いだと、こういう意見の人もいます。わかります、はい、若林アナウンサーのレポートが入りました。山さん、今の馬場さん、今のレポートにありましたように、まさにこの日本のレスラーで一番強い男を決める試合というふうにファンの方見ているようですね。そうですね、まあ、ここで勝負がついたらやっぱり三宅さんもそう思うでしょう。そうでしょうね、もう2人とも今最高潮ですからね、乗りに乗ってますね。男のメンツをかけた勝負であります。さあリングの中央に立ちました、赤いマット、それからブルーのマット、その一番真ん中で試合を進めています。いい勝負になりました、ジャンボ鶴田対長州力。まあ、過去の力量を馬場さん、ちょっとデータ的に調べるとすると、やはりこの放送でもご案内の通り、両者ともに世界チャンピオンを相手にしてこの対決に臨みました。その内容から見ますと、馬場さんはですね、長州対 AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテル戦は長州95点という点をつけました。鶴田対 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレア戦は鶴田は85点、まあ、もちろん相手の差もありますけれども、この点馬場さん、それは試合の内容の意味ですからね、はいはい、本人たちの実力を言ったわけじゃないですからね。まあそうですか、なるほど。さあ勝負の方ですけれども、腕を取りに行きましたのがジャンボ鶴田、非常に冷静沈着な試合の流れを作りますジャンボ鶴田。長州力がちょっと打たれました、ヘッドシザース、ぐいぐいと締め付けます。落ち着いておりますジャンボ鶴田。馬場さん、まだ勝負は始まったばかりですけれども、勝負の方は長期戦になるか短期決戦になるか、ズバリどうですかね。そうですね、まあ、短期戦になりそうに思うんですけどね。そうですか、ということは過去のデータから言っても短期決戦というと長州有利じゃないですかね。いや、やっぱりね、何とも言えないですよ、これ何とも言えない、まあ、はい、ジャンボの方がね、体力がありますからね、大きいだけにその長州に与えるダメージは、長州が大技を切ったら危ないと思うんですね。なるほど、あと長州の方はやっぱスピードでね、その後ろへ回ってスパッといくというようなものだと決まると思うんですよね。はい、さあ長州力も非常に冷静で、スリット体を入れ替えまして、下半身への攻撃、長州力が攻めようとしています。鶴田はまあどちらかと言いますと、過去の戦歴の中では長期戦のリズムが合っているような感じがあります。対ハーリーレイス戦、それから対
NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアー戦、ビル・ロビンソン戦、いずれも60分やりました。ビル・ロビンソン戦は65分の死闘があります。一方の長州力の方の過去のデータを探ってみますと、59年の8月23日アントニオ猪木戦29分39秒、57年10月22日、藤波戦20分34秒。長州力の一番長い試合は30分いっておりません。29分39秒が一番長い試合です。こういう比較ができるかと思います。それから馬場さん、やはりこのプロレスの場合、特に今夜の両者の場合は実力白昼の対決になるわけですけれども、どうでしょうか、やはりこの差が出てくるのはキャリアの差ということになりますかね。もうキャリアはね、いいですからね、はい、そのただ、まあ、あのジャンボがねやっぱり大選手、外人選手とですね回数を積んでるという点ではね、はい、あの試合の駆け引きみたいなものにはかけてるんじゃないかと思いますがね。両選手は向きになっていきますからね、はい、そこがまた長州のいいところですからね。なるほど。さあ、その向きになっている感じの表情が今ご覧いただけるかと思います。長州力、ねちこいグランドでの展開、まあ、キャリアの差、おっと、ここでピンフォールの形になりました。しかし返します、首を取りました、長州力。まあ、キャリアの面では馬場さん指摘されましたように、大試合の経験の多いジャンボ鶴田断然有利。過去 AWA 世界ヘビー級のチャンピオンといたしまして、アメリカをサーキットした経験、これはもう何よりも鶴田の実力を証明しています。まあ、そういうデータはありますけどもね、日本人同士の、ね、戦いになりますとね、はい、もう技とかなんとかっていうよりも本当にもう意地がかかりますからね。意地がかかる、意地のか、なんていうかな、張り合いです。ですからもう何とも言いようがないですね。あ、なるほど。 技とかね、そういうもんじゃないと思うんですね。なるほど。負けちゃいかんというあの気力ですね、もうそれはもうお互い持ってると思うんですね、はい。さあ、赤い陣内での勝負がずっと続けられております。長州力も攻める、今離れました。さあ、汗が滴れ落ちるジャンボ鶴田、自分のスタンディングポジションを取って飛び道具に行くかどうか。ねちっこいグランドでの展開であります。今離れました。今度は首を取ります。首を取ります。今度は返した。ピンフォールの体勢だ。カントマンで跳ね返す鶴田。まだまだ序盤戦、一進一退の攻防が続きます。熱が入る大一番、頂上対決。表情を見ましょう。鶴田の表情、そしてヘッドロックを捉えております。長州力の表情だが、腕が両方の背中に回っている。バックドロップがあるぞ、バックドロップがあるぞ。体勢はどうか。おっと、うまい。鶴田が冷静にエルボーを打ちまして両者離れました。今度は青い陣内での対決になっております。さあ、どちらが主導権、ペースを握っていくのか。まさに天候分け目の決戦であります。まだまだ馬場さん、両者ともに冷静ですね。そうですね、はい、まだもうその今のジャンボを避けようとはしてますけども、もう2つだけですからね。そうですね。さあ、フライングメイヤーから首4の字固め、長州が技を仕掛け始めてまいりました。さあ、この辺りで両選手の得意技の比較に今度は行きたいと思いますけれども、今攻めている長州力の方は、これはいいですよ。あのスタミナ、ジャンボのスタミナを奪うという点ではね、もう首入りますからね。ああ、なるほど。相手の動きを止める作戦に出てまいりました。長州力の得意技はご存知のように力ラリアット、それからサソリ固め、垂直落下式のバックドロップとあります。一方のジャンボ鶴田は最近よく多用いたしますが、ジャンボラリアット、あるいは世界を取ったバックドロップ、ジャンピングニーパットがありますけれども、馬場さん、一つここは冷静に、現状ではどうなんでしょうか。破壊力、瞬発力で長州の方の技にファンを納得させる、説得させる力があるような感じがしますけども、まだお互いにね、そういう技をかけてもまだ受け身が取れるというかね、まだ効かない、相手が体力消耗してないということを分かってますから、やっぱりかけませんよね。あ、そうですね。もちろん今夜の対決、それぞれの得意技を知っております。さあ、今勝負の方は10分を経過いたしました。まだまだ勝負の方は序盤戦、10分を経過したアナウンスが大阪城ホールに響き渡ったところでございます。固唾を飲んで見守っております大阪城ホール、9500人のお客様であります。序盤とかまだお互いにやっぱり、技を、様子を見合ってるような感じですよね、はい、いつどこでどんな技を先に出すかっていうのが、ね、問題ですね。そうですね。
まあ、ねちっこい展開になっておりますけれども、この両者宿命の糸で結ばれた両友でございます。思えば今から13年前、ジャンボ鶴田も長州力もミュンヘンオリンピック出場後、このプロレスの道に入りました。入門当時からやがてはジャンボ鶴田、当時の吉田の時代になるというふうに言われておりました。野田さん、ついに来るべき時が来たというふうに見てよろしいんでしょうかね。そうですね、お互いに、ね、はい、本当によく頑張ってね、はい、ここまで来たと思いますよ。そうですか、はい、さあ鶴田が反撃体勢、足を折っています。相手の下半身、足を狙います。さあインディアンデスロックの体勢でこれでブリッジに持っていけば、相当長州力の両方の足がダメージを受けることになります。今腰をかがめましたが、おっと長州力が一発張り手をかませます。鶴田落ち着いている。また行きました。こういう風に杭にほっぺたを張られますと、野田さん、やはり離れたつもんでしょうね。そうですね、しかし鶴田 はペースに乗らないことですね。ペースに乗ってませんね、ジャンボはね。鶴田本当に今夜は冷静であります。最近の鶴田はこういう風に我慢ができるようになりました。しかし、ほっぺたの張り合いです。さあ両選手エキサイトしてまいりました。鶴田を奮い立て、長州を牙を向け、そういう対決であります。果たしてリングを支配するのはジャンボ鶴田か長州か、まだ分かりません。本当に予想のつけにくい大一番、60分の一本勝負、しかも完全決着ルールであります。また青い陣内にじりじりじりと追い詰めます。長州力、今度は腕を取りました。自分の体勢を作ろうという鶴田、今スタンディングポジションを取った。しかしロープに押されたぞ。この後の反動はどうか。鶴田落ち着いています。さあ綺麗な試合になりそうですが、さあ下から首を頭をがっちりと相手の胸板に打ち付けておりますが、ちょっとした隙、まずニーリフトを突き上げました。鶴田怒りの表情だ。鶴田が怒った。いつどこでこの両者の火花が散りますか。さあまだまだ分かりません。ジャンボ鶴田左の2位を長州力の膵臓のあたりに練り込ませました。しかし今度は下から潜り込んで長州力の攻撃体勢であります。お互いに足の取り合いですね、はい、足の取り合いですね。足を痛めた方が負けるというかな。そういう狙いですか。そういう狙いですね。やはりジャンボ鶴田の華麗なる、そして重々しいドロップキック、これもおそらく長州力が注意してるんでしょう。おっと強引にサソリ固めに入りそうだが、さあ鶴田がどうクリアするか。過去タグマッチでは何度も受けておりますけれども、完全にこれでギブアップしたことがありません。ジャンボ鶴田自信を持っています。スコーピオンデスロックに入ろうとする、これが長州力であります。おっと今度は鶴田の方が足四の字の形になりつつありますね。いやいや、長州がまだ長州ですか。はい、非常に持ってます、はい、そうですか。長州がね、つま先をジャンボの足つま先を押さえてます。はい、馬場さんの解説をよくお聞きいただきたいと思います。技の解説です。もう一度馬場さん、ちょっと説明してもらえますか。これ苦しいのどっちなんですか。はい、いや、ジャンボ苦しい、はい、このね、長州がね、つま先を引っ張る、伸ばす、そっともジャンボが非常に苦しいんですよね。今ご覧いただいております。ジャンボも今、はい、足をつま先を取りに行ってるでしょ。取りに行ってますね。白いシューズが長州力、黒いリングシューズがジャンボ鶴田であります。さあここをこういう対戦になりますとどっちが苦しいか。いや、まだ長州が抑えてますか。はい、右のこれです。この足ですね、これが反り返っておりますので非常に苦しいというジャイアント馬場さんのご指摘であります。さあねちこい攻撃、両選手足への攻撃をの攻撃に目標を定めたようでありますけれども、果たしてダメージを負ったのはどちらか。両者離れました。さあ鋭い目で相手を睨みつけます。ジャンボ鶴田と長州力、勝負の方は今15分が経過いたしました。再び手四つの体勢であります。大阪城ホール頂上対決、9500人のお客様、ジャンボ鶴田対長州力の一騎打ち、60分の一本勝負、完全決着ルールでありますが、15分を過ぎたあたりで鶴田が攻め始めました。どこに馬場さん、山を持ってこようとしてるんですかね、鶴田は。
そうですね、まだ、技を警戒しないでしょう。試合1個ですよね、まだ。あ、そうですか。18番の技はあまりまだ出してませんね。ジャンボはね、左手は攻めてますでしょ、はい、ジャンボのザリアートも長身のザリアートも右手なんですよね、はい、ですからお互いに右手を攻め合っていかなきゃならないんだと思うんですよね、僕ならそうしますけどね。あ、そうですか。ただまだそこまでやってないでしょ、お互いに。お互いに足だけを攻めてますからね。なるほど。さあ、しかし両者ともに試合経験は豊富ですので、このいわゆるインサイドワークにも長けている両選手、この後の流れをどういうふうに考えているでしょうか。まだまだ足を攻めております。ジャンボ鶴田、両方の足への攻撃であります。野間さん、この対決は評論家の間からは11センチの身長の差が勝負を決めるというような話もあったんですけれども、鶴田が11センチ身長を上回ってますね。この点どうなんでしょう。そうですね、やっぱり同じ力、同じ技だったらやっぱり大きい方が有利ですからね。はは。ただ長州がそこをいかに気力でカバーするかというのが長州の問題だと思うんですね。なるほど。そういう点では長州の気力というものは素晴らしいものはあるんですよね、はい。まあ、川柳源一郎は言っております。この勝負はワンポイント鶴田がリードしている。勝敗を分けるのは11センチの身長の差。天竜は冷静にこういう風に語ってくれました。一打の鶴田と一騎打ちをした八津選手の話なんですが、はい、やはりその11センチの高さ、これはもう言うたそうです、はい、技が打つ角度が全然違うんだそうです。今リポートの間にワンアームのスープレックスを見せたのが長州力であります。後頭部をやや打ちましたジャンボ鶴田。ちょっと流れが長州力の方に傾いたような感じがありますが、しかしジャンボ鶴田も歯を食いしばりまして、しっかりと密着プレーに出ました。さあ鶴田が起き上がった、相手を投げた、落とした、落差があります。11センチの身長の差をこの辺りが利用しています。さあ場外に出ました、ジャンボ鶴田と長州力だ。さあ場外に出ております、場外に出ています。再び長州力がリングの中、素早く場外戦は挑みません、場外戦は挑みません。鶴田も今再びリングの中に入ってまいりました。まだまだ一進一退の攻防、もうちょっとした隙もこの勝負は許せませんね。そうですね、一進の隙でね、はい、大技を食うとね、もうそのままペースに流れますからね。そうですね、だからそこのところお互いにもう用心してるんですよね。馬場さん、長州力が上半身攻めてきましたよ。腕を下ろしに行きましたね。まだ左手ですからね、右手黒いサポーター、ジャンボ鶴田、右肘はもう完全に治りました。動きをご覧いただいてもよくわかると思いますが、右の手を十分に使っています。さあ腕ひしぎ十字固めに取りますのが長州力。あの AWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・マーテル戦でもこの技を多用しましたね、馬場さん。そうでしたね、さあ果たして長州力の狙いはどこにあるんでありましょうか。放送席の倉持さん、はい、リングサイドの石川選手の話ですとね、やはり今のところ腹の探り合い、手の探り合いという感じだけども、長引いてきたので鶴田選手が少し有利になったなと言ってましたよ。鶴田側、竹山アナウンサーの今レポートが入ったところであります。さあ相手を担ぎ上げて腕式十字固めを捉えましたけれども、全く気にしません鶴田。さあ今度はエルボースマッシュを打った後に長州力が張り手をかませました。そして右の手を今一回転しました。そろそろラリアットの序曲が始まるのか。さあ両選手離れます。十分に両者得意技は警戒。さあ館内も歓声も2つに割れたようです。鶴田の歓声も聞こえます、鶴田のコールも聞こえます。しかし圧倒的に長州力コールだ。大阪のファンは馬場さん、長州力のファンの方が多いようですね。そうですね、さあ再びグランドでの展開、ジャンボ鶴田の作戦、技の組み立ては果たして何か。まだ放送席は謎が解けません、はっきり分かりません。今勝負の方は20分が経過しました。やっぱ両者ともにもう長期戦を覚悟してますよね、はい、ここまで馬場さん20分が経過したところまでの採点を一つお願いしたいと思います。まだもう何とも言えない、5分と5分、まだ5分と5分ですか、うん、はい、勝負はどうやら長引くもつれる可能性が出てまいりました。こうなるとね、やっぱりジャンボは、体重がありますからね、はい、長州が苦しいんですよね。
自分の体重を乗せてるだけでやっぱり相手に重みがかかりますから、ね、なるほど。解説はジャイアント馬場さんでございます。さあ鶴田も上半身を攻め込んでまいりました。先ほど腕師に十字固めを取られました、ジャンボ鶴田、今度は上半身を固めにかかります。鶴田も冷静、相手が上半身を攻めてくるな俺もというような感じであります。一息入れます、両雄であります。ジャンボ鶴田対東州力、潜り込んだぞ。さあステップオーバーのトーホールドに取った。さあまた足を攻める、足を攻めるジャンボ鶴田がこの攻撃方法ですけども、馬場さん、上を攻めたり下を攻めたり非常にバリエーションを考えてますね。そうですね、まあ、考えてるっていうか考えてない、はい、やっぱりこれあの腕を攻めたらね、腕だけを攻めに行くというのもね、このこの列の鉄則でもあるんですよね、はい。さあ今度はまたまた固め技に持っていきますが、この体勢では右足軸足を相手の足の間に差し込んでおりますのは鶴田ですね。そうですけど、はい、あの手をあの足を押さえてますからね、あれがあの入ったらやっぱり4の字にかかりますから、まだ4の字固めは未完成であります。再びグランドでの展開であります。ジャンボ鶴田対長州力。ジャンボ鶴田は47年10月プロレスに入門、長州はそれから遅れること1年2ヶ月、48年の12月に入門いたしました。ジャンボ鶴田はこの13年間まさに順風満帆、ま、俗に言われておりますようにプロレスのエリートコースをまっしぐら。一方の長州力、この12年間波乱万丈のレスリング人生、暗黒の時代もありました。しかし今はジャパンプロレスの総帥でございます。ミュンヘンオリンピック以降別々の道を歩いてきた2人でありますけれども、今同じ舞台に並びまして両雄雌雄を決した戦いを演じているわけです。ジャンボ鶴田長州力、60分の一本勝負、完全決着ルール、場外では勝負がつきません。さあ、ジャンボの左足を抑えてるんですよね、鶴田としてはこの左足両方の手を振りほどいてしっかりとフィギュア4レッグロックに持っていきたいところであります。長州も必死の形相であります。さあこの後の試合の流れはどういう風になっていくんでありましょうか。まあ、過去の鶴田の勝負を見ておりますと、まあ、鶴田の勝負には、まあ、余力を残しているような何かを隠し持ったまま戦ってきた感じ、もっともっと鶴田には奥の深いものがあるような感じがいたします。一方の長州は常に全力ファイト、目いっぱいのファイト、まあ、全てを出し尽くすファイト、その流れをが今までの展開であります。ジャンボ鶴田長州力、どこに勝負の山がやってまいりますか。もう本当に両選手死力を尽くしての対決ムードになってまいりました。まだ馬場さんペースを掴んでるの分かりませんね。もう本当にこれね、どっちが攻めてるか分かんないですね。お互いに足を取り合ってますからね、はい、教師もよく研究してますよ、ね、そうですね。こういうのがね、アマチュアの中に出身両者2人ともですからね、はい、両者ともそうですから、そのよく分かってるんですよね。そうですね、両者キャリア十分、足を取ったまま離しません。何やら両者試合をしながら絶戦を展開、うん、激しい勝負になってまいりました。鶴田と長州力、一旦はエプロンサイドで両者もつれるかと思いましたが、またリングの中央に引き戻す。さあ足4の字固めはまだ続いておりますけれども、まだ完璧ではありません。ジャンボ鶴田、巨大の足を鞭のようにしねらせて、なんとか持っていきたいところですね。しかし長州力もがっちりと足の足首を取っています。まだ入っておりません。じり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 とロープ際に攻め込んでまいりました。さあここから長州力が一気に一気に持っていくか。おっとおっと、ちょっと右の足を外したぞ。右の足を外した長州力だ。この体勢からサソリへ持っていくのか、ちょっと不可能に近い展開かと思いますが、馬場さん行けますかね。真ん中に持っていってサソリをかけるとですね、いいですね。わかりました。勝負の方は25分が経過。さあ再びリングの中央に長州力がジャンボ鶴田を引きずり込んでまいりました。ロープに逃れることはできません。さあもう一回引きずり込んだ、ちょうど真ん中のあたりだ。真ん中のあたりでさあ呼吸を整え、長州力スコーピオンデスロックの体勢か。さあ十分に足を開いた。さあ
静脈が浮かぶ長州力の左の手、一旦汗を吹きました。長州力がサソリ固めに行きそうでありますが、さあ果たしてどういうタイミングで行くか、そしてジャンボ鶴田が冷静にどうクリアするか、大きな山が訪れてまいりましたが、どうだ、スコーピオンデスロックに入りそうだ、スコーピオンデスロックに入るか、まだ左側ステップオーバーしてない、まだ完全、まだ完全であります、あのプロレスの神様カールゴッチ直伝ローリングスピンクラブホールド、スコーピオンデスロックに行きそうだが、まだ完全に入っておりません。馬場さん、鶴田がどうクリアするかですね。ジャンボの足をね、はい、長州がよくつま先をこう押してますよね、効いてるんですよ、はいはい、おっとおっとおっと、これだ、スコーピオンデスロック、左の足が問題だ、さあ鶴田クリアできるか、クリアできるでありましょうか。この過酷な戦いの中で相手の両脚を立つという、これが長州力の試合の流れでございました。さあジャンボ鶴田の両方の足を立つのか、まだいきません、まだ不十分だ、さすがに鶴田です、簡単には受けさせませんね。もう一回転してちょっと位置を変えます、長州力、この位置を変えるという点はどうなんですか、小川さん。ジャンボは変えたんですね、はは、今下受けている鶴田が変えたんですか、はい、なるほど。さあさあまた45度の姿勢になりましたが、姿勢になりましたが、先ほどはリングの中央で仕掛けられたが、今エプロンサイドに両選手の体が寄っています。これだったら鶴田おそらく逃げられるでしょう。さあこれを逃さないとする長州力、おっと、わー、外れました、外れました、見応え十分、長州力のスコーピオンデスロックは食いません、ジャンボ鶴田です。やっぱりこれがね、大技の後でかかったらジャンボも決まると思うんですよね、まだまだ両者ともにね余裕っていうかな、それがありますね、両者のコンディションがいいんですね。おっと、もうびくともしないという姿勢、ジャンボ鶴田、何がサソリ固めだ、スコーピオンデスロックだ、そういう風に言っているようです。さあ鶴田の反撃、飛ぶぞ鶴田が、飛ぶぞ、ジャンピングにインパクト、顎の先端を砕く鶴田、そしてさあ大技を打つ、ボディースラム踏んづける、そしておっと足4の字、もう一回足を殺しに行きますが、まだ長州の足を掴んでますね、あれがね、長州の足に絡んでね、しっかり下がらなきゃいけないんですが、長州に抑えられてました。しかし鶴田得意技の一発、ジャンピングニーパットは顎にヒットさせました。あのダメージというのは馬場さんどう見てますか、長州力のちょっと表情を見てください、ジャンピング2位です。いや、それは聞きましたけどね、はい、まだ一発や200点前の長州じゃないですからね。そうですか、ということはやはり連打が勝負の決め手になりますかね、馬場さん。そう思いますが ね今足4の字はこれは完璧に入ったぞ、ね、フィギュア4レッグドッグだ。さあ鶴田に勝利のチャンスが出てまいりました。リングの上でギブアップを取ればジャンボ鶴田の勝ちです。足4の字固め、長州力、さあフィギュア4レッグロッグを受けておりますけれども、今度は長州力がどうクリアしていくか、見どころであります、見どころであります。大阪城ホール9500人、総立ち、大声援大声援、鶴田がフィギュア4レッグロッグ、これでもかこれでもか、足4の字固めを締め付ける、完璧に馬場さん入ってますね、入ってます、はい。さらにダメージを強くするためにはどうしたらいいでしょうか。もうこの今のジャンボはね、ああいうふうに長州みたいに起き上がってまた倒れて引っ張らなきゃ、足をね、膝で自分の足を引っ張るように、はい、さあ鶴田左足に力を入れてね、完璧に入っている、フィギュア4レッグドッグ、さあペースを取るのがジャンボ鶴田、それとも長州力がこの後また逆転のパターンがあるのかどうか。やっぱり長州はそのジャンボの足を引っ張ってますからね、足を引っ張ってますね、これジャンボは曲げなきゃいけないんですよ、はいはい、今度は苦しいのはどちらか、苦しいのはどちらか、勝負は今30分が経過いたしました。足4文字地獄、最初に引っ掛けたのはジャンボ鶴田、勝負は30分を過ぎています。長州力、さあ反対の体勢になった、どうだ、苦しいぞ長州力も必死だ、鶴田も苦しい表情を見せている。馬場さん、今の体勢どっちが有利ですか。そうですね、今はねジャンボのすねが痛いはずですよ。あ、そ
そうですか。仕掛けた鶴田のすねにダメージがあるという。さあ今度はまた反対、足音の自合戦、本調子のすねが痛くなりますしね、大変な勝負になってまいりました。技の展開、勝負の展開、この綾は足四文字固めでした。鶴田が仕掛けています。悲鳴が放送席の方にも飛び込んでまいります。長州力だ、あっと苦しい表情だ。長州力かなりダメージを受けています。さあ苦しい表情だ長州、このセコンド陣ですけども、青コーナー長州側、もう目が本当に血走っています。必死の競争です。はい、そしてそちらのコーナーからは若林さん、長州力の苦悶の表情が見られると思いますが、どうですか。かなりやっぱり苦しそうな汗ですね。苦しげな汗が下から落ちています。苦しそうな表情です。足4の字固めが続きます。さあ大変な一戦だ。ジャンボ鶴田対長州力、頂上対決、60分の一本勝負、団体のメンツもかかっている、男の意地もかかっている、意地の突っ張り合い、鶴田も頑張る。足4の字固め、さあちょっと微妙な展開でありますが、今度は長州力もおっと力を入れた。少しずつ足の位置が小川さん変わってきてますね。もう取れましたね。取れましたね。左の足はまっすぐに伸びています。鶴田であります。そしてこの鶴田の左の足をしっかりと抱えようとする長州力、すでに勝負の方は30分が経過しています。さあ両選手もつれました。エプロンサイド、鶴田と長州力、足4の字固めから今度はどういう流れになっていくか。ペースを掴んでいるのは鶴田なのか長州力なのかまだ分かりません。さあ鶴田が立った、おっと初めて場外戦、追い詰めた長州力を追い詰めた。長州力は未知の世界だ。あと30分以上勝負をしたことがない。鶴田は65分の死闘をやってのけています。さあ押しまくる、鶴田は場外で押しまくる。30分経過した後の長州力のファイトをぜひ見たいと思います。まだ未経験の馬場さん、時間なんですよね、長州力は。そうですね、まだ長州の得意な技は何も出してませんからね、もう長州も十分余裕あるでしょう。そうですか。さあ青い陣内の下、再び長州力がリングの中に這い上がってまいりますが、ちょっと苦しい疲れた表情は長州力にあるような気がいたします。さあ疲れたんじゃなくて、やっぱりもう膝に今すねに足にね、ずいぶんダメージを受けてるんですよね。おっとやはりジャンボ鶴田が足を攻めてまいりますが、今度は2位クラッシャーか。長州力の2位クラッシャーに行きました。驚きました長州力のスタミナ。30分以上の試合は今夜が初めて。さあスコーピオンデスロック、さあ行きます。サソリ固め、左の足が余っていますので完璧ではありません。館内超満員、ジャンボ鶴田と長州力、さあまたクリアできるかどうか。スコーピオンデスロック、完全には入っておりません。そうですね馬場さん、そうですね、一旦長州がね、足首を押さえてますからね、押してますからね、効いてますよこれは。そうですか。さあもう一回体をまたいで完璧なスコーピオンデスロックになるわけですけれども、さあ行きそうだ、サソリ固めの流れに入りそうだ。さあ長州力、ちょっと時間を取っているような感じがありますね馬場さん。そうですね、またげないんですか、どうなんですか。またがさないんですよ、ね、またがさないんですね鶴田はね。鶴田は必死の形相であります。さあ左の足、問題の左の足に入りました。スコーピオンデスロック、これで入ったでしょう。馬場さんどうですか。そうですね、これで長州が後ろへもっと反るとね、体を反らすといいんですがね。なるほど。ちょっと今度自分の体を反らすと自分 の, バランスが取れなくなるんですよね、さあ長州力のサソリ固めが入ってまいりました。このサソリ固めによりまして、あらゆるエネルギーは吸い取られてしまいます。毒の回りは早いぞ。このままリングの荒野に埋もれるか鶴田、しかしブリッジ、いや腕立てで防ぎます。勝負の方は今35分が経過したところであります。まさに熱闘死闘の鶴田対長州力の一騎打ち。35分が経過したところ、サソリ固めを受けておりますが、腕立てで返す、これでは効きません。もう一回、お尻が迫った、入るぞ、腰を落とした長州力だ。
スコーピオンデスロック、サソリ固め、他の選手に出せない迫力、そして味があります。長州力、あ、今離れました。これはどうして離したんでしょう、馬場さん。再び、あ、ここで力ラリアット、すごい勢いで長州力の力ラリアットがジャンボクルパの喉に当たりました。さあ、両者が許した。さあ、ジャンボクルパも、ジャンボクルパも場内だ。今鶴田は完全に受けましたか、それとも鶴田も出しましたか。いや、両方ね、喉に入りましたよ。あ、クロスしてるんですね、はい、ラリアット合戦、ラリアット合戦、まだ一進一退だ。鶴田は外に出た。さあ、鶴田の表情はあまりダメージを受けておりません。明るい表情をしています。さあ、この後もう一回場外に落っこした、場外に落っこした。リキラリアットのダメージを受けたのか鶴田。しかし、じゃ、天竜、いや、長州力の方はリングの上で仁王立ち。今天竜の姿がちらっと見られました。声をジャンボ鶴田にかけています。鶴田の表情はどうでしょうか。あ、ラリアット合戦は相打ち。もう一回リングの中に引きずり込んでまいりました。今度はバックドロップ合戦か。体をねじる鶴田、両足スタンスを広げました。そしてコブラツイストに行きます。コブラツイストに行きます。ラリアット合戦、馬場さんどうご覧になりました。そうですね、これはあの相打ちですね、今のは、勢いをつけて打っていったのはリキラリアットの方でしたけれども、うまくそれをカウンターで捉えましたね。ジャンボがよけたっていうか、手を出したっていうかね、はい、まさに動物的な感でしょうね。ということはラリアット合戦はまだ1対1というふうに見ていいかと思います。さんね、リングサイドにおりまして、ちょうど鶴田選手がラリアットを切って下に落ちたんですがね、はい、1回2回首を振りましてね、そしてもうすぐあの意識が回復しましたね、はい、ですから割合ダメージがなかったんですね。表情を見てダメージはないないですね。あ、そうですか。さあ、再びリングの中での勝負であります。さあ、まさにもうどっちが勝つのか、血は気に踊る、そういうような対決になってまいりました。長州力がとうとう力ラリアットを打ちました。ジャンボ鶴田はしかしまだまだ世界を取った豪快なバックドロップがあります。それから長州力の方も、垂直落下式のバックドロップがありますよね。そうですね、いろんな技を持ってますからね、はい、そういう意味でこうやって足を取ってその技を防いでいるんでしょうね。さあ、両選手互いにも自分の持ち味を十分に出し尽くしております。ジャンボ鶴田、長州力、まだまだしかし数々の得意技を温存している両者。馬場さん、ここまでペース争いはどうなんですかね。いや、全く互角ですね。全く互角ですか、はい、おっと、また意地の張り合いが始まった。男の意地だ。ほっぺたに張ります。今度はバックドロップ、鶴田が打ったバックドロップ、これはダメージがありそうだ。先に鶴田が打ちました。世界を取ったバックドロップの方が上か。長州力ダメージを受けている。さあ、鶴田どうだ。この後の連打が欲しい。長州力が伸びている。鶴田が立ち上がりました。自信満々、もう一回相手を立たせますか。バックドロップを打ったのは鶴田が先。さあ、今度は何だ、ラリアットだ。ジャンボラリアット、当たり具合どうですか、馬場さん。そのまま手をつけて押さえ込んだ。当たってますね。ですから、ここで一気に攻め込みに行かなきゃいけないですね。さあ、この後の連打だ。まずストンピング、相手を起こしますか。ガンガン攻める鶴田が完全燃焼、エンジンがかかってまいりました。もう一回ストンピング。さあ、連打が欲しい。バックドロップの5連発、ジャンピングニューパットの10連発、これが欲しいジャンボ鶴田。今耐えておりますのは長州力だが、また押し上がった。さあ、打ちまくる鶴田。さあ、おとんが垂直落下し、バックドロップ、長州力猛反撃だ。力のバックドロップ、後頭部がキャンバスに埋まります。さあ、長州力の表情、鶴田の表情、苦悶。そのまま、おっと、まるで無勇気者のように覆いかぶさってカウントが入ったぞ。エプロンまで握り寄りました鶴田。倉本さん、安藤氏がリングサイドにいますので、ジャンボにちょっとキャリアがあると見たいんですよね。受けながらもロープの外の、ロープの近くに逃げていくということがね、はい、鶴田のインサイドワークのうまさでしょうかね。さあ、ジャンボ鶴田が外に出ています。勝負の方は40分が経過いたしました。さあ、
コーナーからどうぞ。平本さん、放送席の横に、天竜選手がおりますので、はい、過去1勝1敗長州選手と戦っておりますが、天竜さんどう見ますこの試合。素晴らしい試合ですが、ここからやっぱり正念場だと思いますね。今あのラリアット、それからバックドロップ、あの打ち合いましたけども、どっちにダメージがあったと思いますか。僕はやっぱり中田選手の方がやっぱ余裕を持って攻めているように思いますけども、その余裕が裏目に出なきゃいいと思いますけど、天竜選手の、まあ、30分以降経過した時のその動きとですね、それから長州の今の動きですね、これどう見ますか。やっぱり中田選手の余裕があるように見えますけど、分かんないですよね、これは私やってる人取りに行かないとね。ただ現在までどっちが一言言って有利でしょうか。いや難しいですね、それは。こういったのが天竜選手です。はい、鶴田川コーナーから竹山アナウンサーのリポートが入りました。天竜もリングサイドに陣取りまして、じっくりとこの勝負を見ております。これが天竜選手であります。この大阪城ホールでは、長州力と、対決いたしましてリングアウト負けを喫しました。天竜、倉持さん、長州サイドです。安選手がリングサイドにおります。安さん、鶴田の一騎打ちをした、間柄ですけれども、今日の戦いぶりどうでしょう。全日本プロレスとジャパンプロレスの優ですからね、なかなか対象同士から、まあ、こうなると思ってましたけどね、40分過ぎてもお互いに決着つかないですからね、まあ、最後にやっぱり長州さんは信じてますけどね、こういう試合やっぱり見てますとね、自分自身もやっぱり格闘家としてね、リングに上がってもう一度あの鶴さんとチャンスがあったらやりたいと思いますね。安さんの声でした。長州側から若林アナウンサーのレポートです。さあ勝負の方です。再び両選手に激しい動きが出てまいりました。エルボーのカウンター砲を打ちます。長州力、さあ髪の毛を逆立てて、さあ長州力が反逆の体勢だ。もう一回キャンバスに寝かせてタップロープに上がる。鶴田が間に合った。鶴田が間に合いそうだ。さあおっと鶴田もさあセカンドロープに足をかけるか。ああかけた、セカンドロープにかけた。何を持っていくのか。これが新兵器だ。初めて見せると鶴田が見せるの。鶴田が見せる、鶴田が見せる。なんだグレンバスターの体勢で取っておりますが、さあどうだ、流れのように落とした。空中グレンバスター、鶴田必殺の技でしょう。馬場さん驚きましたね、今の技は。そうですね、これで起き上がってもう一つね、はい、カウント2まで入りました。さあジャンボ鶴田、ここはもう一気火災に攻めたい。もう一回ロープに乗り投げた。それでは鶴田、いや鶴田、いや長州が、長州がカウンターのエビ、回転エビ固め、ローリングクラッチで反撃。連打が出ませんね、馬場さん。そうですね、相手の猿物ですね、さあ今度はスリーパーホールド。この形、体がずっと下がっていきます。これはね、長州を座らなきゃいけないんです。でも立たなきゃいけないんですよね、はいはい、立って初めて、効き目が出てくるというジャイアント馬場さんのお話。スリーパーホールド、再び、長州は知ってますからね、やっぱりしゃがんでいっちゃうんですよね。そうですね、もう自らずっと自分から下がったような感じでしたね。さあ再びリング上でございます。大きな山が2つありました。ジャンボ鶴田対長州力、ラリアットの相打ち、それからバックドロップ合戦。この次の山はどこに訪れてくるんでありましょうか。全く予断を許さなくなってまいりました。ジャンボ鶴田対長州力の一戦であります。さあ今ジャンボがね、普段見せなかったものを今出しましたよね、はい、ですから長州が何か出すか、そんなところがちょっと興味がありますね。もう一つ隠し技を出すかどうか、長州力ですね。お互いに、ね、何でもできる選手ですからね、空中ブレンバスターという、これはもうもちろん初めて見せたジャンボ鶴田のしぶき。しかしこれも聞いてはいますけれども、クリアいたしました。さあ長州力がグランドでの展開でちょっと相手の背中を丸めに行きます。さあ弓矢固め、まさかと思うんですけれども、鶴田の体は持ち上がらないでしょう。おっとおっと畳み込みますね。小林さん、これ何を狙ってるんですか。そうだ、やっぱこれね、キャメルクラッチの姿勢にしてきましたね、はい、そうですね、相手の息の根を止めます。長州力まだ冷静。ジャンボ鶴田、大きな目を見開きました。勝負の方は45分が経過してまいりました。馬場さん、あっという間に45分が経過しました。そうですね、まだ分かりませんね。さあ勝負はあと15分であります。さあ果たしてどちらが勝つのか。
鶴高、長州力か、天下若手の対戦、雌雄を決する一戦です。河津掛け、河津落とし、河津落とし、鶴田相手の後頭部をつきました。もう一回覆いかぶさる、どうだ、長州力も返します。野間さん、30分過ぎからの長州力のファイトどう見てますか。そうですね、ラリアートがね、もう一発引かないけど、2発3発と出したらいいんじゃないかと思いますよね。はい、力ラリアットの連打、これが欲しいという馬場さんの解説。何しろ長州力は過去30分以上勝負がしたことないんです。それだけにこういうふうにもつれてまいりますと、ジャンボ鶴田やや有利かと思いますが、しかしスタミナ十分の長州力、まだ動きは本当に鈍ってませんからね。鶴田さんね、これが長州力、ジャンボ鶴田が押しまくっておりまして、今コーナーに追い詰めました。本当にいい勝負です、ジャンボ鶴田対長州力。まだ分かりません。さあ、勝負を分けるのはどういう一瞬でしょうか。さあ、鶴田はジャンボラリアットを2発打ちました。1発は相打ち、1つは相手のダメージを捉えています。さあ、長州力、今度はスタンディングポジションを取りまして、今度は鶴田の左の腕、 手の先を取りました。そして今度はまたグラウンドでの展開に行きそうだ。相手を寝かせます、長州力。日本のプロレス界をキャリア12年目で揺さぶった男、のぶし的な存在であります、この長州力、35歳、山口県の出身。専修大学レスリング全日本選手権をもちろん取りました。ジャンボ鶴田と同様、ミュンヘンオリンピック出場後プロの道へ入りました。反逆精神でファイトと同じように血みどろになりながら自分の道を切り開いた男、それが長州力。一方のジャンボ鶴田、常に目標は世界のベルト、日本人でただ一人過去全 AWA 世界ヘビー級チャンピオンとして君臨、常に全日本プロレスのトップの座を欲しいままにしているジャンボ鶴田、34歳、山梨県の出身。さあ、鶴田と長州力、再び足4の字固めだ。相当時間が経過してからの足4の字固め、この鶴田のおばさん狙いは何でしょうね。そうですね、やっぱ上上体上半身じゃ決まらないから、やっぱり足を決めに行くという作戦でしょうね。はい、あくまでも相手のダメージを誘います、ジャンボ鶴田のフィギュア4レッグロック、これを受けまいとする長州力。さっきからこれ 2,3、はい、回やってますけどね、やますね、この後に大技を2人とも出してるんですよね、はい、ですからもうこれで決まらなきゃ、この外れた後で期待 したいと思いますよね。なるほどね、要はシャノンですよ。なるほどなるほど。さあ、鶴田、この後の狙いは果たして何を考えているんでしょうか。鶴田の狙いは大技の連発でしょうか、それとも敵の切り札を返すという、こういう技を狙っているんでしょうか。相手の裏をかく、いよいよ残り時間、頭のレスリングになってきたような感じがあります。ジャンボ鶴田対長州力。さあ、まだしつこく足4の字固めが、両選手ダメージを負いながらもしつこくしつこく攻めます。ジャンボ鶴田、長州力がこれに耐えます。常に、ね、長州はジャンボの左足を押さえてるんですよね。はい、馬場さん、これまでのファンのイメージとしては攻撃型の長州、はい、受け身の鶴田というふうに言われておりましたけれども、今日は逆の展開ですね。本当によく守ってますよ ね、はい、長州力、今日は守りのレスリングというような感じがあります。一方、攻めて攻めて攻め込んでおりますのはジャンボ鶴田。ファンのイメージもこの一戦を皮切りにちょっと見方が変わってくるんではないでしょうか。ジャンボ鶴田が今日は攻撃のレスリング、長州力また耐えます、また耐えます、長州力であります。まあ、未知の世界で今勝負をしております長州力。30分以上の試合は過去はありません。しかし、我々が感じていたほどダメージは受けていないようです。さすがに一流のレスラー、馬場さん違いますね。そうですね、もうでもね、もう今頃の時間になりましたね、はい、やっぱり自分のやろうと思う技がね、その僕ら今続けてやりなさいと言いますけどもね、体がもう続かないんですよね。そうですよね、馬場さんも今回も戦ったことは過去何戦もありますけれども、こういうふうに時間が長時間経過していく場合には、馬場さん、何とでしょうか、この本能的な技が出ていくんですか、それともここでまた考えるんですか。いや、もう考えないです、考えないです、もう考える余裕ないですね。さあ、勝負の方は50分が経過、もうここまで来たらね、あとはもう技で取るというのは無理だとしたらですね、やっぱり何とか勝負をつける、外で放り出しても勝つというのを
方法でいかなきゃダメですね。勝負がつかないですよね。あ、そうですか。いよいよ残り10分の勝負になってまいりました。60分の一本勝負、完全決着ルール、はい、今永元選手会長からあと10分しかないという大きな声が飛びました。はい、永元さん、あと10分、長州はどうしましょう。もう攻撃しかないですね。攻撃のみ。そうするともう早くこの体勢を解いてということですね。足を解いてもう進めるだけです。もう行けというゴーサインが出ました。長州力の知恵袋、永元早田選手の話でございました。今の話どうですか。攻めるしかない以外にないんだという。あとはもう攻めるしかないです。これはそうですね。さあ、足4文字がもう両選手、これはどっちにダメージがあるのか、ちょっと放送席からは判断がつかれます。もう激しい闘志、その戦いになってまいりました。ジャンボ鶴田対長州力、表情を見ておりますと鶴田にややここで余裕というのもおかしいですけれども、ややそういう感じがあります。立ちました、鶴田が先に立ちました。さあ最後の対決に臨みます。さあ長州力が動き出した、力ラリアット、力ラリアット、ここでは当たります。鶴田頭から倒れた、そして後頭部も打っている、頭を振る鶴田。さあここで一気呵成に攻め込んでいくか、苦しいぞ、鶴田がエプロンだ、エプロンで悶絶状態。さあ長州力が髪の毛をつかんだ、もう一回引きずり込んでまいりました。鶴田ちょっと目がうつろです。力ラリアット効いている、もう一回ロープで押した、もう一回いくか、これはクを来た、ジャンピングにパット、これは当たった、カウンターになりました。ジャンピングにパット、鶴田今度は長州力足から落ちました。さあ鶴田が連続攻撃を仕掛け、そうだなんだ、相手を飛ばした、ジャンピング2の連続攻撃、2つ当たりました。もう行かなきゃダメです。もっと行かなきゃいけませんか。休んじゃダメです。もう一回、おっと3連発、ジャンピング2パットの3連発だ。さあ効いたぞ、抑えたぞ、鶴田が。放送席どうぞ。激しい攻防ですが、天竜さんどうですか。今もうかなりついた、押し込んでますか。うーん、美しい試合です。いい試合です。このまま引き分けいかなきゃ、もしかしたらそういう感じですか。いや、なんか一瞬瞬間決まる気がしますけど、別にかは分かんないけど。再び大技の連打、ジャンボ鶴田がロープ越しのブレンバスターを打ちまくります。これも効いている。鶴田ここに来て馬場さん有利になってきましたね。チャンスですね、チャンスですね。さあまた垂直落下し、バックドロップ。さあ一気に畳みかけるか。ここで長州が今度畳みかけていかなきゃいけないんですよね。はい、ちょっと間を取ります。長州も疲れてるか。やっぱり50分ももう経過してますからね。右腕をどんどん振ります。さあ反対の角度から力ラリアットだ。すごい力ラリアットが飛んでいきました。さあ鶴田立ち上がれるか。鶴田を振るい立て、さらに際を抜け、長州抑えた右足注目。サードロープに乗りました。まだ勝負つきません。さあこの後ジャンボ鶴田の決められた底なしの潜在能力が一気に爆発するか。またサソリ固めに行きます。さあ長州のサソリ固めだ。さあどうか。まだしかししっかりと体40度で防ぎます。左の足はステップオーバーしておりません。さあここは頑張りどころだ。絶対にボカさん、これを左の足をまたなしていきませんね。そうですね。やっと今入りました。再び長州力のスコーピオン、鶴田実は今頭の中に十分に入っているものと思います。でもまだジャンボはロープの近くに出てますからね、はい、十分に距離を取ってますね、位置を取ってますね。そういう意識がおそらく鶴田にはあるんでしょう。スコーピオンデスロックを切って、さあ腕立てで返すぞ。さあこの体勢ではサソリ固め、必殺のサソリ固め、地獄へ誘っておりますけれども、鶴田の表情を見てますとそれほど効いてるとは思いません。もう一回鶴田を奮い立て、なんとかクリアしそうだ。さあ長州がさらに腰を落としてがっちりと決めた。スコーピオンデスロック、サソリだ。まだしかし今空間がありますが、返した鶴田の脚力ご覧ください。さすがですね、馬場さん、さすがですね。勝負は55分が経過、ここで円錐を切った。勝負はあと5分で勝負がつくか。
天下分け目の一戦、ジャンボ鶴田対長州力。さあ今度は腰を落とす、腰を落とすボストンクラブ、ボストンクラブ、この体勢と先ほどのスコットランドスロットの比較ですけれども、どっちが効いてますか、馬場さん。いやさっきの方が効いてますね。まだジャンボの背中についてませんからね、はい、ジャンボの尻がね。ははは、さあまだ空間があります。長州力もしっかりと腕立て背で、腕立てで体操というところ、まだ完璧には効いておりません。このスタミナは大したもんですね、両者とも。まあ、全くそうですね、さすがに日本プロレス内、プロレス界を背負って立つ第一人者同士の対決、まさに素晴らしいスタミナであります。もうスタミナ合戦ですが、ちょっと待ってください。こういう切り返し技が怖い、切り返し技が怖いぞ、十分に注意。残り時間が馬場さん、少なくなってまいりました。鶴田側に立ちますとどういう注意が必要ですか。いやもう何も考えずに、もう攻めるだけですよ。上州側もそうですかね、両者ともにそうですね、はい、なるほど、もう目いっぱい目いっぱい攻めろ。ジャイアント馬場さんからの指摘であります。円髄を何発も切りますが、当たり具合はどうでしょうか。さあ長州の表情が、おっとおっとおっと、効いてます、効いてます。今のは入りましたね、円髄に命中、円髄に命中、抑え込んだ、抑え込んだ。これでダメなら次ですよね。そうですね、もう一回抑え込みます。いずれもカウント2で敗退する、カウント未完成だ。さあ残り時間はもうすぐに出ました。おっと長州力が円髄、長州力が円髄を切りました。目には目をといったところでしょう。また行く、円髄だ。敵の切り札をやはり取りました。非常にドラマチックな展開になっています。相手の裏をかく、裏をかく頭のレスリング。さあ勝負時間はあと3分、勝負時間はあと3分、長州力を抑え込む、鶴田返す、鶴田返す、まだまだ分かりません、まだまだ分かりません。60分の一本勝負、どうやらリングの中で勝負がつきそうでありますが、さあさあ、おっとおっと、頭を突っ込んでいるが、入るドライバー、脳天不意打ち、鶴田もう一回抑え込むか、ここはあっと、うまく外した、うまく外した、勝ったか、鶴田勝ったか。よく見ています、右足を伸ばそうとしましたが、鶴田完全に固めました。しかし長州力も再び立ち上がる、ものすごいスタミナ、スタミナ合戦、再び足4の字。ここでの馬場さん、足4の字は、いやまだじゃ、あの足がね、長州に抑えられましたよね、もう何度も何度も足4の字固めを見せるジャンボ鶴田、しかしなかなか入りません。長州力もしっかりディフェンスしています。これが長州力だ、これが長州力だ。さあ勝負の方はあと2分、勝負はあと2分、58分経過した、まさに両選手の死闘であります。さあ勝負がつくかどうか、まだまだ分かりません。一瞬のうちにピューボールの体勢、両者実力があるだけに持っていくことができます。さあ勝負はどうか、足4の字固めであります。この展開が非常に多い今夜の天下分け目の対決、攻撃を仕掛ける鶴田、しかし絶対に足4の字固めをパーフェクトに、受けません長州力。両選手離れました。さあ再び鶴田が動き出した、カウンターのエルボックを切った、なんだジャンボラリアットが当たった、今度はジャンボラリアット当たりました。リキラリアットはどうか、リキラリアットも当たっている、またクロスしました、またクロスしました。リキラリアットとジャンボラリアット相打ち、しかし今のジャンボラリアットのパワーの方が上回ってる感じがする。ジャンボラリアットが上か、また勝負の方はあと1分が告げられた。ラリアット合戦はクロスしておりますけれども、さあダブルアームスープレックスだぞ。さあ得意の人間風車決まった、ちょっと横になりました、ダブルアームスープレックス。さあ抑え込んだ、鶴田の勝負か、鶴田か、鶴田か、おっとおっと、長州力足を伸ばしてます、長州力サードロープです。いよいよあと1分を切りました、ジャーマンスープレックスホールド、長州、長州のジャーマンスープレックス起死回生、しかし両者離れた、あと勝負は30秒、さあどうなるのか、30秒で決着がつくのかどうか、残りあと20秒、残りあと20秒、両者必死、立ち上がった、立ち上がった、張り手打ち合う、殴り合う、さあ男の意地は爆発、あと10秒、さあさあ最後だ、最後だ、さあどうだ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 、これでザーッといったぞいったぞ、ボストンクラブが最後の決め手になりそうだ、あと3秒だ、さあ今ゴング、今ゴング、タイムアウト、60分時間切れです、60分時間切れ、ブルータイム戦いました、両雄。
敗戦って時間切れの引き分け。これがジャンボクルパ。いかがでしたか。そうですね、息詰まる試合でした ね、 ね、でもまだ本当に2人でも両者ともにまだスタミナありますね、はい、あ、両選手が両者ともに先に、あ、両者一緒に拍手を求めました。やはりスポーツマンです、やはりスポーツマンです。友情を交わしますジャンボ鶴田と長州力、プロレス界注目の頂上対決、鶴田対長州戦が今終わりました。大物同士の対決、まさにプロレス絵巻を思わせる中身の濃い近年にない名勝負でした。果たして次なる対決はいつどこで行われるんでありましょうか。鶴田対長州戦第2ラウンド、早くも心が動きます。いい勝負でした。解説の方はジャイアント馬場さんでございました。頂上対決鶴田対長州戦、時間切れの引き分けに終わっています。満員の大阪城ホールからお別れします。さよなら。